今日はボランティア交流会ということで、ボランティアの皆様、そしてボランティアを受け入れていただいているこの中央区の区内にございます福祉施設等の皆様方がお集まりをいただいています。この中で大変短い時間ではございますけれども、いろいろ交流をしていただいて、あるいは情報交換をしていただいて、また明日からの活動を市場にしていただければ、そういった趣旨で開催をされているところです。いただきました、中央バラネットの箕輪でございます。こういうエプロンをかけているものがですね、各テーブルに必ずいるはずでございます。それは中央ボラネットの、メンバーでございます。スタッフが皆様のお手伝いをさせていただきたいというふうに思っています。それぞれ皆様活動してらっしゃるんですが、横の連絡をしようじゃないかということで、出来上がった会合でございます。こういう機会でございます。ぜひとも お隣の方、または同じテーブルで、交流していただく、何て言いましょうか、ご自分の体験やないか、または活動の内容やないかをぜひとも発信していただきたいと思います。それからそれを、受けていただきたい。そのことによってですね、これからの皆様方のボランティアに活動の内容がひょっとしたら変わるかもわかる。はい、金車の窓から半径地震でば教室を1時間程度行っています。その後にいろんな子どもたちを踏まえて、お夕食の提供までさせていただいて、みんなで食事した後にご自宅まで送迎をさせていただくという、東京都の子育て支援事業の一員としてやらせていただいています。今ボランティアの方を募集していますので、はい、ぜひぜひご協力いただければと思います。はい、よろしくお願いします。クレディでは、平日の、放課後から、19時30分、土曜日は8時半から18時まで開設しています。お好きな日に2時間程度、子どもたちと楽しくですね、過ごしていただければと思います。3月まで3地域で高齢者の交流サロンというものを、ボランティアさんとともに運営しております。写真にあるようにそれぞれの地域の個性を生かしながら進んできております。来年この事業をですね、もっともっと地域に広げていくように、交流サロンを運営していただけるボランティアさんの団体を募集します。2015年の5月から6月にかけて、おもちゃドクターの会に全国組織になって、そちらから講師を派遣していただいて、30人ぐらいで講師を受けまして、その終わって一応初級を終わったものが7名で結成した団体でございます。Thank you.
二人に